甲子園球場には大観衆が詰めかけています。阪神タイガース対読売ジャイアンツの一戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの1番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。1番バッターが出塁できるんでしょうか。さあタイガース、得点圏にランナーを背負った場面です。リードしているとはいえ安全圏ではないんで、集中してきっちり抑えたいですよね。うん、そうですよね。さあそのマウンド上の藤川、どういったピッチングを見せるのか。初球から際どいコースをついてきます。センターへ持っていった、頭上を越えていった、サードランナーがホームに帰ってきました。ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、ジャイアンツ追いつきました。2対2タイガース、さらにピンチが続きます。残念ながらタイガース敗れてしまいました。赤星さん、打線の奮起を期待したいところだったんですが、もう一息でしたね。そうですね、最後まで点差を縮めることができなかったのは残念でしたね。そうですね、次の戦いは打線の奮起に期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。